日曜っす、日曜日。うん、ここどこっすか。川越だよ。川越何しに川越まで遠いね。遠いよ、もう遠いし、カメラくっついてくるし。くっついてくるとか言うの。YouTube やめよ。俺のが遠いんだから微妙に。やるか。髪切るよ。髪切る。いや切る、いやごめん言うけど切らないよ。切らない。みんなが想像してる切るとは違うけど、普通に今日はちょっとカットね、短く、長すぎるから。だからいいよ、や YouTube なんていいよって言ったんだけど、撮りたいって言うから。撮りたいって言うからってなったの。まるまる来たちょいちょいやめてくれね、その感じ。だからね、許可も取ってないもん。ダメかもしれない。そう、ダメかもしれない。土日だしさ。そうそうそう、忙しいよ。今日も午前中パンパンだっつうし。いつぶり美容院。結構ぶりなんだよ。ぶりなんだ。今年入ってやつかもしれない。それでいきなりノーアポで撮影しようとしてるの。怒られんじゃない。あ、俺のチャンネル、ほのぼのチャンネルだからさ。がっちり企画固めないでね。固めない、固めるのもやるけど、今忙しいから俺、練習で。そうだよね、今ないんだよ。でも撮りたい撮りたい言うから今日。違うよ。俺だって日曜なんで昨日も今日も一緒にいなきゃいけないんだよ。今日もやめちまえ YouTube。 そんな一体でもう聞きますよ。大丈夫ですか。いいですか。お邪魔します。ああ大丈夫、はい、OK です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。軽いやつみたいな。提供が降りたから。よし、じゃあ撮らせていただいて。お願いします。軽快な方。こんなお客さんも。長いね。すごい。ちょっと気持ち短くしたい。こんぐらい。神様みたいな。そう。さすがにそう、邪魔すぎちゃって今。まあ、パッと見ロングがミディアムになるって。あ、ロング、今ロングだ。カテゴリーはこれお客様のロングだ。ロングっすか。これロング。あれ、あのバスポットに来ると大体の。すごいね、後ろ姿。ごつい女。ごつい。ギャビガルシア。あ、そうだね、そうだね。そうだね。後ろ姿ギャビだね、これ。編み込んでないとき。そうだね。ここら辺もう骨格がない。そうっすね、ギャビですね。ギャビかなと思ったら、ギャチくんっていうね。じゃあ、シャンプーさん。はい。行きましょう。シャンプー。またさらに読みましたね。読みましたよ。初めて見るわ、この光景。確かに、うん、もうさ、ね、髪洗われてる時ってすごい、どうなってんだろうってさ、ねえ、美容師さんの視点初めて。そう、なんかこう頭持ち上げられてさ、こうやってやられたりするんだ。あの時のシャワーヘッドはどうなってんだろうってさ、その髪の毛洗われてるのが見ないよ。見ないよ。すげえ。なんかすごいな。何みたいって言えばいいんだろう。すごいよ、なんか正月番組からでっかい数字する筆みたいっす。両手で抱えてもらうみたいな。あれね。そう、あれみたいだ。マジか。出てきた、例えが。出てきた。何かにやってるなと思って。これ結構断髪式ね。ねえ、だからちょうど伸びた分ぐらい切る感じですね。ねえ。これ結構、いや、そういうことですか。楽しみっすよね、実際。いや、めちゃめちゃ楽しみよ。ねバイトのところ、ちょっと、安く言うよ。ファンになっちゃったりして。キャラが全然違いますし、そうそうそう、それがまた面白いですよね、見てる側からすると。そうそう、絶対間違わないでしょ。絶対間違わない。絶対間違わない。
人俺とも交わらないし、俺と仲いい人たちとも基本交わらないタイプの人間ですね。そうかもね。あグループが違うからね。ルイはどうもよくじゃないグループってあるんですか、集まるの。ちょっと違う違うタイプ。結構いるよ。15は頼む。そんなに、うん、そう言われるとなんか不安なんだけど。いや、ほんとほんとほんとならない、大丈夫。15って結構です。10は超えてる。え、そこでしょ。おい、あれだ。あれ聞かれたでしょ。家出なきゃ食べたい。お店まで行くか。ああ、ざわざわしてすげーぞ、俺もなんかみんなわーみたいな。お願いします。そう、あれ、あれよかった。昔知ってる人はあれすごいよ、ふわっとなって。いや、だる今になって聞きたいこと超あるっすよ、相談したいこと。今になって、今のこの状況とかね、多少知名度回ってきて、こっから先ね、何なこと聞きたい。今でこそね。そう、こんな時どうしました。こんなことがあって、その話がすごいした。あの、それもね。そっか。どれぐらいヤツの髪は切ってるんですか。ああ、もう何年？10年は超えた。全然余裕だけど。で、一始まってもう9年だ。ああ、そう。そうか、その前から。その前から。理学部だ。そうなんだ。もうプロだった。18からか。じゃあ、赤い短髪とかも。あ、そう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 、そういうことだ。結構無理なんで言ってくるんですよ。金髪で死んでんのにパーマかけてくれっつって。いや、俺髪なんか死んでるから、ね、全然引かないのよ。頑固なのよ。珍しいっす。そう、美容師としてプロの意見なのに。そう、やめた方がいいよっていうの。いや、ちょっとこうみたいな。すごいね。最近だってね、ね、でも頑固でわがままなんだなって気づいた。分かってきた。だいぶ時間かかったね。見ましたね。いや、ただ気持ちよいと思う。はい、ありがとうございました。何でした、言っとくことないっすか。言うことは。ずっと八千も応援してます。あれっすよ、八千のメッセージだったね。お店のことかと思った。そういうの大丈夫です。俺のメッセージだった。八千くんずっと応援してます。皆さんも応援してください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すっきりしました。いや、ってことで、見てよ。だいぶ短くなったね。短くなったよ。これ試合中何も影響出なそうな。出ない、うん、これであれだよ、紙切れ舞台の満足の長さでしょ、うん、そうだね。これだってもうさ、編み込む必要も、まあ、編み込めないよね、この長さじゃ。あ、編み、うん、そうよ、単発結ぶ必要もないか。単発、ね、これでもう、ね、確かに邪魔になんないしね。全然邪魔なんない。紙切れ言う人たちもね、うん、これでどう落ち着くんじゃないかな。そうか、たまにはじゃああれだね、ファンの意見に耳傾けて。そうやっぱ俺ってさ、こう物分かりいいタイプだから、頑固だと思ってたけど、意外とね、そういう人からのアドバイスって、素直に受け入れるタイプ。そうだね、応援してくれる人も増えるだろうな、これ。増えるね、多分。俺まで嫌われそう。撮ってるやつも大会だな。みんな嫌われに行って周りがいけないんだなってなる。やちが悪いんじゃないって、環境が悪いんだって、まあ、日曜日なんでね。そう、日曜日なんでさ、そういうのね、のんびり過ごしました。のんびり過ごしました。まあこんな感じでやっていくから俺は、たまに頑張って、たまに頑張って、あとはもうのんびり、いいの、俺の日常をね載せる、まあ、だから、あとまあお世話になった人紹介したりね、こういう風に仲間紹介したり、そういう何、みんながハッピーになるチャンネルになればいいかな。なるほどね。まあ、それはそう思うよ。本当だよ。まあ、何って言うか分かんないけど。そんな感じでさ、いきますよ。じゃあ、僕帰るんだ。じゃあ、さよなら。
ここで解散、え、ここで解散、バイバイ